予選 A 卓勝ち上がりました黒沢プロにインタビューします。おめでとうございます。ありがとうございます。最初に僕金馬ウェブでちょっと黒沢さんをディスっちゃったみたいな感じだったんですけどいろんな人ディスってませんか。だってしょっちゅう言われますはい、去年のですよね、はい、もうあれはもうおっしゃる通りだと思いますし、やっぱりちょっと2着までに入ればっていうので、なんていうんですかね、勝負手なのに自分が攻め込めなくてすごく後悔が残った曲だったので、もうおっしゃる通りだなと思いながら見ました。そうですか。ただ最後やっぱあの時って去年のファイナル、うん、急走やっぱ押しづらい範囲だったのかなとは思ったんですけど、はい、まあ、相当押しづらかったんですけど、もう自分の手が来てるのでリーチしちゃえばよかったなと思って。ですよね。そこなんですよ。なのでダマにしてた以上はもう一番怖かったんですよ、想像の上が。なのでそれで打ってどうかっていうのがあったんで、ちょっと控えめに、控えめというかなんか情けない曲になってしまったんですけど、私だったらリーチですよね。もうトップ目指して打てばよかったです。まあまあ僕が教える立場ではないんですけど、なんかリーチしてほしかったなとファン目線的には思ったんですよね、うんうん、そうですよね。これからはあれはリーチします。はい、ですか。今日は何だろう、途中まで本当静かでしたよね。あれは何なんですか。何なんですかね。もうあのまま最後まで終わるんじゃないかっていうぐらい、ちょっとハイパイもつもも全く効かないですし、打点も見えないしっていうところで、ちょっと私の技術だとあれは どうにもできないというか感じだったんですよ。なんですけど、まあ必ず1回はチャンスが来ると思っていたので、そして来ない日は勝てない日だからしょうがないっていうふうに腹をくくって待ってました。なるほど。そしてオーラス、まあ関連層積もった後、オーラス、すごい早そうな手が入りましたそうですね。なんかその関連層の手もすごく早かったんですけれども、その時局も来たんで、やっと来たって感じで、もう突き放すぞって思いながら打ってましたね。次の曲、うん、上がりに行かない人も結構いて、うん、この間大井さんもああいう時は、なんだろう、あんまり上がりに向かわない方がいいんじゃないのかなっていうことを言ってたんですよね、解説で。はい、まあ、自分の手との兼ね合いっていうところが一つと、あとは点差を見た時に、まあ残球でも上がるとその後跳ね回っても変わらないところには行くので、早い順目に、手が来てくれたので、まあもちろん周りに来られたらお隙は一切なかったですけれども、安牌は用意してたんですか。あ、そうです。まあ大体見ながら打ってたんで、こっちが来たらこれ、こっちが来たらこれっていうのはありました。あの時点でもマンガン法事だと変わらないんですよ。なので高そうになりそうな牌は絶対打たないつもりでいけば、まあ、しのげるんじゃないかなと思いながら打ってました。なるほど。はい。視聴者予想も1位だったの結構びっくりしたんですよね。なんでですか？いや嘘、私もびっくりしましたよ。あのメンバーで1位というか、たくさん投票してもらってて、半分ぐらい自分で入れたとかじゃないですいや、あれ基本的に一人一票しか入れられないじゃないですか。そうですよね。クロスどうやってツイッターのアカウントって5000人を作ったんだろうぐらいなんとかそれはっていうのは冗談ですけど、なんか嬉しかったです、うん、本当に。まあやっぱり M リーグでも3年連続プラスじゃないですか。そうなんですよ。その秘訣、いやちょっと自分が一番意外だと思っているんで、秘訣も何もないですね。自分じゃ分かんない。分かんないです。僕今度それ本にしようと思ってんだ。本当ですか。どうしよう、じゃあ考えなきゃ秘訣を自分でもまだ謎なんですね。いやだってあのメンバーに囲まれてコンスタントにそんないい成績が出せるなんて当初思ってもいませんでしたから。はい、まあ、とりあえずすごい謙虚な方だと。いやいや、僕とは真逆の人間だということだけは分かりました。決勝戦の最後、はい、じゃあ意気込みをお願いします。はい、そうですね。決勝戦もまあ今日に関しては予選もトップを取るつもりで打ったっていうところが変わらないので、1戦目と同じように冷静に
でも行くところは思い切って、勝ちに行くっていう麻雀を打ちたいと思っています。去年のファイナルのもうリベンジと思って。そうですね、かなりあの悔しい思いからすぐにリベンジチャンスをいただいたので、それはなんていうんですか、こうやるぞっていう気持ち的にはすごい良かったなと思ってます。期待してます。頑張ってください。ありがとうございました。